どうも、のっちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。で、今回の動画は SSR ミスター CB 新サポートカード解説やっていきます。今回ですね、こちらミスター CB がガチャで来ていまして、ガチャ期間ね20日までなんですが、今回これ注目のサポートカードとなっていますので、よければ動画最後まで見てみてください。ちなみにですが、キャラのアイネス夫人の方の性能解説も動画上げておりますので、お時間ある方ぜひとも見てみてください。それでは早速いきましょう。まず初めになんですけども、今回動画の構成として結論をまず皆さんにお伝えしますので、できれば高評価だけでも、よろしくお願いいたします。チャンネル登録するかどうかはお任せいたしますので、高評価ぜひともね、皆さんやる気につながりますので、よろしくお願いします。はい、ということでまずいきたいと思います。結論として、まとめサマリー概要という感じなんですけど、まずレスボゴというのがね、今回の、サポートカードでは目立ったかもしれません。で、これについてはトレンド入りもしていて、ツイッターのトレンドにねレスボゴが入るっていうのが、結構特徴的だったと思います。で、あとは関係ないんですけども、大谷選手も満塁ホームラン打ってて、ちょっとこれはマジ関係ないんですけども、個人的にめちゃくちゃ、好きな選手で応援しているので、大谷さんがホームラン打つと私もね結構やる気出る感じにはなっております。はい、ということでちょっと関係ないところは置いといて次いきたいと思います。結論として今回のミスター CB の SSR 賢さサポートカードは、賢さの中で3番手4番手ぐらいに入るカードとなっております。で、ここはね客室とかにもよったりすると思いますが、まずですね、このね3番手4番手というのは、まあ、ファインモーションナイスネイチャーという2強の次につなげてくるというところで、強いという評価になっております。まあ、3番手4番手どちらかっていうのは、まあその客室だったりね皆さんのまあ考え方にも寄ってくるかなというところにはなってきますが、今回は一応強力なサポートカードというのが結論になってきます。はい、で、あとは引くかどうかに関しては、賢さのその手持ち状況、そしてあとはジュエルお財布状況次第にはなってくるんですが、そういうところでね全然賢さがないよって人は引いてもいいよりのガチャになっていると思います。まあ、ただし、まあ、今回ね、今日この動画ではね、初日の解説にもなっていますので、焦らずに見極めてから引いてもいいです。まだガチャ期間はあるのでね、数日経ってからね、固まってからの、引くかどうかの判断でもいいと思います。まあ、どちらにせよですね、この動画も参考にして引くかどうかをぜひとも決めていただきたいです。あとは他にね、そのね、ファインが何凸、ネイチャーが何凸ですとかね、何々が何凸なんですが、引いた方がいいですかっていう質問が、まあ、非常に多いです。で、この対応するアンサー動画というかね、そういうこれで引いた方がいいですかっていう動画はね、まあ、別の論点としても、さらに動画アップしようと思いますので、まあ、気が向いたらチャンネル登録してチェックしてみてください。はい、で、それではね、詳細な性能解説いきます。まず、性能、トレーニング、ステータス伸びとかによって、いくと、まずですね、今回、ステータス伸ばす性能は高いです。基本性能高いというふうになっております。で、それなんですけども、まあ、このね、数値を見ていただいてもいいんですが、伸び値非常にいいというのがあるのと、今回ですね、ボーナス、丸々ボーナス、例えば賢さボーナス、スピードボーナス、そしてスキルポイントボーナスもあるんですけども、それが合計4になっているところ、ここがですね、今回このカードの、強くなってくるところです。で、それをね、文字で表すと、スピードボーナスがまず1あります。で、賢さボーナスが基本のところに1と、固有、絆ゲージ80以上での1。合わせて2、そしてスキルポイントボーナスもあるということで、これね、まあ、4種ボーナス、まあ、種類は3種なんですけども、4ポイントのボーナスがある、これが非常に今回 CB の強いところです。ね、これはですね、サポートカード解説で、常々言っていることなんですけども、この〇〇ボーナス、例えばスピードサポカのパワーボーナスとかね、そういう〇〇ボーナスっていうのは、練習のその、ステータスの伸びの基本の数字をプラス1するので非常に強いです。なので今回はこのボーナスが合計4もあるこの CP が強いというところは、この丸々ボーナス4ポイント分、ここが非常に寄与してくるというところが性能の前提としてあります。で、さらにですが、プラスしてですね、まあ、得意率が高い、ここも強いところです。
賢さのサポートカード、まあ、ファイン、ネイチャが2強というところはあるんですけども、これね、あ、ちょっと失礼しました、ちょっと待ってください、これですね、ちょっと1個これ邪魔になってましたね、避けまして、こういう風になっていまして、ファイン、ネイチャ、この2枚は強いサポートカードというのは間違いないんですが、賢さっていうのはね、得意率が高いカードあまりありません、まあ、一応65の得意率はカレンちゃんがあるんですが、スピードのようにね、北さんだと得意率100、マヤのトップガンだと、得意率80とかね、めちゃくちゃ得意率高いのがスピードではあるんですが、賢さっていうのは50でもめちゃくちゃ得意率高いです。なんでこの得意率も合わせ、丸々ボーナスも合わせてのこのね、基本性能、そういうところでまずミスタースイビーは強いサポートカードというふうに言えます。まあ、一応こうね、見ていただいて、言っていくと、このね、スイビーもスピード伸びるところがでかいで、ファインネイチャーよりねスピードも伸びますし、賢さの値に関しても、この固有発動時に関してはまあほぼ並ぶくらいってなってくるので、まあ3番手とはいえこの4枚はね結構並んでく性能にもなってくるというところもあります。はい、で次ですが、レースボーナス5について言っていきたいと思います。でこれはですね、最初に言った通りトレンド入りしたっていうのはまあわかります。まあ、ここが10だったらマジで鬼だった、最強すぎてもう絶対引いてくださいっていうレベルの、現関係のねカードにはなってきたと思います。ただし、ここですね、レースボーナス5ではあるんですが、それでもちょっとやれるという点があります。はい、でまず一つ目が、先ほど申し上げたこのスキルポイントボーナスというところがあります。でここにスキルポイントボーナスも合わせたサポートカードの性能にはなってくるんですが、前提としてね、まあ、こちらゲームウィズさんから引用させていただいているサポートカードの伸び値の、ね、数字なんですけども、ここにスキルポイントボーナスっていうのがあったとしても、伸び値に反映されてません。なのでその分スキルポイントボーナスがあるサポートカードっていうのは、ここに表示されている数字より強くなるっていうのもちょっと覚えておいてもいいかもしれません。なんでその分このね、比較でも CB は一歩スキルポイントボーナス分抜けているという感じです。上にあるということですね。はい、であとはですね、そのレースボーナス5だから、そのレース後にもらえるステータスが減るっていう、まあ10よりはちょっと減るっていうのがあったりすると思うんですけども、そこもですね、このスキルポイントボーナスがあることによって、まくることができます。でそれが主にそのレースに出していくっていうところは、基本ステータスのねもらえる分で、基本ステーカー伸びるのもあるんですが、スキルポイントのね稼ぐために G1 レースとかレース多く出るっていう面もあります。そこはこのスキルポイントボーナスがあるので、レースボーナス5ではありますが、ここである程度賄われて、強い評価になってくるということです。はい、であとね、論点としてここを解説したいというところがあります。結局シリウスとどっちが強いのっていうね話が出てきます。でこれなんですけども、まあ、まずね前提として、どちらもスピードを伸ばせるという面が強いサポートカードです。それはさっきのね表で、このねファインネイチャーとも比べてもらったら、このスピードの伸びが違う。その分やはり完成度としてね、スピードが足りなくなるとかねいう面がなくなったり、他にもですね、スピードサポカの枚数を、まあ、強ければ、減らせるっていうところがあるので、シリウスも強いという評価です。なんで両方結構似てる性質を持ってるサポートカードというところなので、そこでの比較しています。はい、でまず、あとはこの表の見方というかね、表も使ってやると、このねシリウスの3回目まで、ね、で比べていくと、CB の強さっていうところが分かります。まあ、ここで言いたいのは、シリウスはこのね友情タックトレーニングを何回するかで、この友情ボーナスっていうところが変わってきます。未発動であればこの賢さがね伸び値見てもらえば分かると思うんですが、CB の方が強いです。で3回ねついてこいよってやると、19です。なんですけど、その時点でもね、この21が別にこのタック何回という条件に縛られず、高い性能を持っている CB、これが強いということがね、わかると思います。で、まあ5回ね、タックすると、まあ一応ね、この基本の伸び値としては同じ、同等になってくるというのが一応ね、この表での評価です。なんで、まあシリウスとの評価と、比較としましては、まあ
5回やればね同等ということ。そして大きな違い、ここで言いたいんですけども、絆がね違います。 CB は初期絆が高いです。でまあこれが一応20あるっていうところで、あとはですね、次の連続イベントの解説のところでもあるんですけども、イベントでも絆伸ばしたりします。で、シリウスに関しては15になっているので、その分絆面ではまず CB が上ということです。で逆に、じゃあシリウスはどこが強いんですかっていうところを言うと、レースボーナスの面ではやはりシリウスが強いということです。シリウスはレースボーナス10があるので、そこも評価されている、さらにまあ強いというね評価にはなっているんですが、まあ今回 CB は先ほども申し上げましたがレースボーナスが5なので、その面ではレースボ面ではシリウスみたいな感じになってきます。なんでまあ結構これはですね、そのレースボーナスを重視するか、もしくはその絆を重視するかとかね、あとはスキル面とかでね変わってくるっていうのがあったりします。でスキル面、まずはここで文字で簡単に言うと、今回の CB が尻尾上がり持っているところ非常に強い。そしてシリウスは、まあ、打ち切りの選択肢で遊びやおしまいを取れるというところで、どちらも優秀なスキルを持っていますが、まあそこが少し違うという感じです。ちょっとスキル面はゲームのこの画面でも見ていきます。ミスター CB のね特徴的なところとしては、まあスキル強いっていうところもあります。まあ、追い込みで使った場合はまずはね直線一気、追い込み長距離レースで必須になってくるスキル、直線一気ヒントを上げることができます。でさらにですね、一応ヒントレベルも高いものがあります。レベル2のねヒントがあるので3でもらえたりします。で発生率も40あるので、ここをもらっていくとかね、そういうところが強いです。であとは今回中距離レースとかであれば中距離コーナーがあるとか、尻尾上がりね、これもヒントからもらえるっていうところ、非常にスキル面強さがあります。であとは金スキルに関してもこれね確定でもらえますので、イベントを進めれば強行策も確定でもらえるっていうところで、まあ、追い込みで使うなら CB の方がねシリウスより強いっていうね評価にはなります。であとイベントで後で言いますが、コーナー回復もこれレベル2です。いや強いなというね評価になってきます。こういうところがスキル面になってきます。でちょっとねシリウスの話もしているんで、シリウスここで見させてください。でシリウスもね言っても強いです。まあここはねちょっとねジュエル持ってたかで引けるかどうかは変わってくるんですが、先ほど申し上げた中距離コーナーは同等に持っております。まあ、このコーナーとか直線のスキルは持続時間も長く強いので、ここ評価高いところシリウスにもあります。であとは差し直線とかね、差しの場合はこっちはね、コーナーと直線取れるっていうところでそこ評価高いです。であとはまあ道悪のレースだったらパワーをアシストする道悪も取れるというところで、あとは、遊びやおしまいのね、打ち切りで取ることができるとかね、そういう感じになっております。であとはついでに金スキルなんですけども、金スキルはこちら起死回生となっております。起死回生についてはちょっと持続時間秒数が短いというところで、まあ評価、まあ、高い感じではないかなというのが一般的かなと思います。まあ、私個人的にはまああってもいいかなという感じではありますが、まあ秒数短いのでね、必須スキルっていうふうにはならないぐらいにはなってきます。はい、なんで、まとめるとですね、両者とも、これねスキル優秀でスピード伸ばせるという面が、かなり似ている役割をしているので、まあ、例えばですねシリウスがかなり突進んでいるのであれば、今回の CB を無理して引かないという手もあるかもしれません。まあ、ただしどちらも強いっていうところは、このスキルが優秀っていうところがねあるので、両方とも、ね、強力なサポートカードには変わりないということも言いたいです。はい、で次にですね CB のメリット強いところ、まあ、結構ありまして、5個目の解説、1凸からも強いのがメリットというのがございます。でまず無凸状態でもまずレースボーナスは5あります。まあどちらにせよ伸びはしないんですけども、これね無凸状態1凸状態見ていただいても、初期からレースボーナスが5あるので、その状態からも、まあ、レースボーナス5を確保して、育成することができます。はい、であとはねトレーニング効果、これもね無凸から5ついております。なんでトレ効果レースボーナスは、まあ、無凸、まあ1凸ぐらいするとねさらに強くなるんで1凸してほしいですが、そこからあるところ、そこがミスター CB で強いということができるポイントです。
で、あとはですね、これ1凸の時点で、先ほど言ったね、丸々ボーナスっていうのが、完備します。無凸の場合はここのね、賢さボーナスっていうのが1凸でボーナスでつくので、ないんですけども、1凸になるともうね、ボーナスもここで完備して、4種類のボーナスここで、完備します。まあ、4種類というかね、賢さが2のスピード1のスキルポイントボーナス、ここで集めることができるので、まあ、本当に1凸するとめちゃくちゃ強く使えてくるっていうのがあるので、まあ無課金美課金で、例えばサポートカードの賢さが全然他にね、ファインもネイチャーもないっていう人は、まあ、引いて損はないっていうぐらいの評価できると思います。で、これあとね、分かるところとしては、この1凸の状態のこの伸び値見てください。賢さ20スピード8というふうにね、まあ一応ね、単品の友情トレーニングでは、表示されるんですけども、これ2凸でも3凸でも一応ね、この伸び値、まあ、単体タック練習というところでは変わりありません。まあ、それがですね、このボーナスも全部ね、1凸状態であるっていうところ、そこからも来ているという話です。なんでね、まあ、ここはかなりそのね、ムビにも優しいカードになっているので、今回のガチャはね、結構ね、いいガチャっていう評価になります。で、あとは3凸からやる気効果がつき始めます。もちろんね、ここね、数値変わんないんですけども、他のサポカと重ねたり練習レベルによってはこのやる気効果がね、効果発揮して、3凸4凸ではもうちょっとね、伸びは良くなるとは思うんですけども、まあ、そういうところで、まあ、1凸でも使えるし、あとは3凸からも強くはなってくるっていうのが SSR でございます。はい、で次のポイントいきたいと思います。次が、まあ、さっきのね、解説とも似ていますが、1凸で完凸の SR、 これを超えてきます。で、この話一応分けてる意味なんですけども、サポートカードの賢さのね、目安としては1凸の SSR っていうのが4凸の SR ぐらいになるよっていうのがまず前提としてあります。まあ、それが例えばこのね、タキオンやマーベラスサンデーっていうのが強い、SR だと思うんですけど、ここで完凸っていうのを比べていくと、まあ1凸だと大体ね、イコールぐらいかなっていうのがあります。まあ、それが例えばファイン何凸から使えますかっていうね、こととか言われるときに、ファイン1凸っていうのは、まあ、伸び値的には賢さも結構ね、こういうふうに伸びます。で、例えば、まあ、マーベラスサンデーとか、タキオンと比べると、まあこっちの方が伸びるじゃんと思うかもしれませんが、そこはまあレースボーナスがね、ここで差ついてくるので、そういうところでレースボーも加味すると、まあ大体ここでイコールになるっていうのがあります。はい、なんで、まあここまでではまあ SR でもね、完凸の、タキオン、完凸のマーベルサンデー、まあ強くて実際使ってる方もいると思いますが、まあレースボーも重要って優秀なサポートカードなんで、まあ、ここら辺ね、完凸してる方は使っていくのもおすすめですよっていうのが1点です。で、あとはここでこの表を見てほしいのが、このね、1凸状態の場合、これね、ファイン、ネイチャー、例えば1凸でね、今も使ってるよって方いらっしゃいましたら、1凸だと CB の方が強いです。これはちょっとまあ言い切れるぐらいあって、まあ1凸1凸1凸の比較であれば、まあこのね、レースボーナスが先ほど言った初期から5を完備していることにより、まあ、レースボー同じです。で、伸び値に関しては、これね、スピードがこう伸びる分、CB の方がまず強いです。それがこの〇〇ボーナスっていうスピードボーナスがあるところ。そして、得意率もこれ40ね、1凸であるっていうところから、もしまあこのね、1凸状態でどっち強いですかっていう質問が来たら、CB の強さ、この数値や他のボーナスなどを見てもわかると思います。はい、こんな感じでね、1凸でも強いっていうのは CB あるというところでございます。そして次にですね、さらに強いポイントとしてのイベント見ていきます。で、こちら連続イベントを表示しております。まず第1段階目は選択肢なしで自動的に進んでいきます。で、注目してほしいところがこの第2段階目の連続イベントなんですけども、こちら上の選択肢は成功と失敗の、2択というかね、判定があります。で、ここで成功すると体力がプラス20回復します。そしてコーナー回復のヒントをプラスにもらえます。で、ここまででも20回復して、まあ、汎用スキルで強いね、コーナー回復レベル2でヒントを安くしてもらえるっていうのが強いんですけども、さらにここで絆プラス10という風なね、伸びがあります。
なんで最初さっきね言っていた、シリウスとの比較っていうところで、まあ、絆が CB はいいよって言ったんですけども、このイベントで銃伸びる時もあることもあるっていうところが、ミスター CB 強いところでもあります。ちなみにこの選択肢は失敗しても体力プラス15で回復量ね結構いいので、まあこのイベント強いなっていうのが、まずはあります。はい、であとはですね、こちら第3段階目で、強行策もらえます。でこれが確定でもらえる、上げませんにならないっていうところ、ここも強いですね。なので追い込みだと CB にね部があるかなっていうねところにはなってきます。であとプラスしたのがパワーが伸びるところね、ここも地味に強いです。ここちょっと強調したいぐらいなんですけども、ここでパワー伸びるっていうのが CB のね強さの一つではあります。はい、それがですねランダムイベントの方でも見ることができます。ランダムイベントも強いっていうのが CB にあって、この、旅路は弾むというイベント、これの下の選択肢でパワー20ね伸びるっていうのがあります。これが、賢さなのにパワーを伸ばせるっていうところ、それがね CB ちょっと分があるかなというふうに、思っています。上ではね体力回復もできるんですが、もしこのイベントがね来た場合、私は下を選んでねパワー20、結構でかいパワーで伸びていくんで、それ取っていくと思います。であとは、もう一つのランダムイベントでは、まあ、賢さ早仕掛けのヒントというふうになっております。はい、ということでまとめていきたいと思います。まずですねレースボーナス5というのが気になるかもしれませんが、それでも強いというのが評価でございます。軽くまとめるとスキルポイントボーナスがあるので、その分ねそのレスボで、もらえるスキルポイントが減っちゃう分はまくれるというところから、結構それは、その丸々ボーナスで、ね、補われているということです。でもう一点ありまして、このレースボーナス5っていうのが気になるっていうのがあるかもしれませんが、今ですねメイクアニュートラックのシナリオではレースに出まくるっていうねレースボーナスが重視されるっていうのがあるんですが、まあ、次のシナリオメイクアニュートラックの次さ新たなシナリオが来た時には、まあ、レースボーナスね、今回みたくめちゃくちゃ重要っていう風にならないかもしれません。まあ、新シナリオなんで違うギミックをもっとね重視してくるかもしれない。まあ、それが何になるかはまだ分かりませんが、このねエースボーナスばっかりがいるっていうデッキにはならないかもしれません。そういう時でも使えるかもしれないっていうね、まあ、将来性汎用性っていうところでは CB ねあるっていうところが補足としてあります。はい、であとは最初にも言いましたが SSR の賢さで、まあ、3、4番手です。まあ、追い込み育成の場合だったら、まあ、2枚の編成でもね、強行策のために入れるぐらいまであるっていうね、まあ、2.5 番手3番手から、まあ、シリウスとどっちが強いかは、レースボーナスのね重視度に変わるんですけども、まあ、2.5 番手から4番手ぐらいの強さがあるということです。主に比較されるのはスピードを伸ばすことができるシリウスね、こことの似ている、そして、まあ、どっちを選択するかっていうところにはなってくるっていうところです。なんでまあ結論としてね、まあ、簡単に言うとファイン、ネイチャーに続くっていう時点でも強めです。さらにまあ金スキル面というところでは追い込みでね選択していく場合は強行作分でねさらに上回るかもしれません。はい、なんでまあ引き行くかどうか最初にも申し上げましたが、賢さの手持ちが本当にない場合はね引き毒ぐらいあるのが今回のガチャです。補足としましては、あとはね今回ダブルピックアップではなく、これねシングルピックアップなので、その外れがないというか、まあ違う方もう片方のダブルピックの外れっていうのが入ってなかったりするっていうところも一応ね、まあ精神安定上いいかもしれません。もちろんそこはねガチャの引きにはよるんで、まあ、皆さんの運とかもねあるかもしれませんが、かなり引いてもいいよりかなっていうところが、今回の結論になってきます。はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画、皆さんのね参考になればと思い作成しました。少しでも参考になったら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。であとはですね、一応今回ね定用があります。定用についても行きたいところはあるんですけども、まあちょっと動画長くなっちゃうんで今回簡単に行きたいと思います。まあ、定用はもう絵がいいですね。このダンスダンスレボリューションみたいな、この踊っている音ゲーをやっていてね、ここら辺の尊い絵が見れるっていうところが特徴。そしてまあ性能面も解説するっていうのもありますが、まあ、実際ねこれ解説すると、スタミナの中ではまあ悪くないかなっていうぐらいの性能です。
で評価点はタレウマ回避があってスキルがいいとかね、そういうところ、そしてまあ先行だったら先行直線、そして中距離コーナー取れるところからスキル面いいというところ、あとはレースボーナスがね10あるので、まあ結構まあまあなスタミナっていう感じです。まあ、他にはスタミナとしてまあ強いって結構まあ言える SR の中ではマンハッタンカフェとかもレースボーナスがねあって強いとかあります。なんでそこら辺と比べるっていう感じなんですけども、まあ、まあ スタミナカードっていうのはスーパークリックが君臨しているので、なかなかね、評価難しいところにはなってくるというところです。あとは中距離だとスキルがいい当選上段とか、あったり、まあ、あとは配布とも比べてもこんな感じになっているので、まあ、まあまあいい感じの、カードっていうのか東海帝王の評価になってきます。はい、ということでね、今回は重点的にミスター CB の解説をいたしました。いろんなね、動画上げてますので、よければお時間あればもう一本、動画見てみてください。ちなみにですね、キャラクターの方アイネスウジの解説動画も上げております。よければ見てください。あとガチャ動画も上げたいとは思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。のっちん TV でした。また次の動画でお会いしましょう。またな。バイバイ。